老犬神社とは、秋田県大館市桂原にある神社。伝説のまたぎ犬を祀っている。神社には、多くの犬の像や絵馬、写真が奉納されていて、秋田県の字も見える。近年秋田県の飼育熱は盛んになり遠く、海外まで広がる。毎年旧歴4月17日18日の老犬神社の大祭には、地元の人々はじめ遠方からの参拝者で賑わう。 2020年4月17日、創建400年祭が行われ、地域住民ら約60人が、地元に伝わる愛和に思いを馳せた。勝ツ原自治会が祭りに合わせて、白の石像を混立した。老犬神社の宝物には、山田地家系巻と、面上正門の2巻がある。面上正門は、1604年5月に南部信直が、 草木の里のまたぎ左田六に与えたものである。これは、左田六の先祖の帝六が1193年5月、富士の巻狩りで、粉骨再生して、抜群の働きがあった角で、子孫永久、天下五面のまたぎに許されるように将軍家から、下し置かれたことにより、これが渡されたものである。寮に出る時には、必ず持って歩くと、 例えたとえ他国太量はもちろん社寺境内に入るのも差し障りがなく、石書境番も依存なく通すものとされた証文である。左田六の愛犬次郎は至って大きなメス犬であった。忠実かつ勤勉、礼理、勇敢、敏章であったという。ある二月の朝、左田六は草木の村から寮に出かけた。いつもは必ず獲物がいる。雑木林には獲物がいなかった。 左田六は東へ東へと歩き続け、いつとはなしに四角だけを目の前に見るまでに歩いていた。左田六は遠くに獅子を見つけ、物陰に隠れて時を待った。左田六は獅子を撃って倒したが近づくと獅子は起き上がって逃げていく。その足跡を追うと獅子の隠れ場についた。よく見ると親獅子は後ろ足を打ち抜かれて瀕死の重傷。その前には 小児詞が熟睡していた。哀れと思ったが、小児詞をも撃って獲物を得た左太六は近くの山小屋に宿を取った。次の日に左太六が帰ろうとすると三個方面から五人の漁師が現れた。死は自分たちが昨日逃したものだから、返してくれという彼らの話であった。左太六は自分で追って撃ち取った獲物であると主張したが、彼らは譲らない。 左太六は面倒になって、親の皮を自分で取り、この皮と肉を彼らにやろうと言ったが、彼らは逆のことを主張する。彼らは、ここは、どこの領土だと思う。貴様は、どこのものだ。そのお境小屋を知らないのかと強く言った。左太六は驚いたが、真珠で巻物を持ってきていないことを思いついた。左太六は五人の漁師に捕まり、三古城に連れて行かれた。 大干書での左田六の申し開きは全く通らなかった。白は左田六が牢屋で巻物があれば命が助かるのにと嘆いているのを聞いて弾丸のように三個から数のの草木を目指し飛び出した。白は雷満峠を越え草木にたどり着き、左田六の妻に向かって火のように吠えた。しかし、左田六の妻は白の意を取りかね食べ物を与えた。 白は六に食べず、すごすごと三個に向かった。左太六は落胆したが、白に巻物を持ってくるように頼む。白は再度草先にたどり着いた。前よりも一層激しく吠える白に、左太六の妻もはっと思い、引き出しを開けると、中には肌身離さず持って歩いた巻物を入れた竹筒があった。妻は、おののく手でその竹筒を白の首に結びつけた。 白は三個に急いだが、ついに間に合わず、いくら待ってほしいと、老を主に嘆願してもそれは叶わず、左田六は、形状に引き出されてしまう。形状に捨てられた左田六に白は寄り添っていたが、夜中に川根を雪に埋めて歩き出した。白は峠に近い森により、恨みの遠吠えを続けた。それが、犬吠え森であると言われる。それから間もなく、城下に地震が起き、 火災となって、漁師も、老子も大官もその中で死んだ。白は、疲れと、寒さの中ようやく草木についた。不幸はそれに止まらなかった。犯罪者の家族は所払いになる決まりがあったので、左田六の妻と、白は、南部藩から出されることになった。彼らは、草木の約12キロメートル西にある故郷に近い藩境の、秋田藩の桂原に入った。 彼らは、桂原の草分けであった旧家の菅原家の触覚となった。左田六の妻の終わりは伝わっていない。白は置いて、昔の面影もなく、付近を巡り歩いた。白をしばらく見かけなくなってから、村人が馬に乗って通ると、馬が騒いで進まずに、必ず人が降りて歩かなければならないところがあった。村人が不思議に思って、草むらを探ると、白の死体があった。 村人たちは集落の北の小高い丘に葬った。しかし、それでも不思議がやまないので、また一段高いところに小さな祠らを作り改装した。それは、現在の老犬神社の東50メートルほどであった。いつの頃か、あまりにそこが見通しが利くのをはばかって、現在の地に改装した。老犬神社の宝物である巻物は、明治時代に盗難に遭い、 花輪方面から出た際には、集落の人は米を出し合って取り戻し、神社の別棟が保管しているという。集落で荒廃して散在していた各神社をよそに、明治40年代の神社合併問題を乗り越えて、うぶすながみとしての信仰をつないでいる。またぎのしつけと称して、菅原家一党には、正月16日、門前に手あり二本を立てて、家人たちは、 朝一食しか取らなかった習慣があった。集落の人は犬を粗末にせず、犬を殺したところに知らずによると、口が曲がると言われ、労働者でも犬の皮を着た人と行動を共に、しないなどの習慣があった。秋田県や老犬神社を世に広めた一人が、大館中学校教育心へのおの進むであった。おの進むは、秋田県内の優れた自然景観や、 貴重な動植物を書籍などを通して数多く紹介している。秋田県が国の天然記念物に指定されたのも多くの中央の研究者とのつながりがある彼の働きが大きかった。その他、天然記念物小坂噴銭湯、五所岳温泉の泥火山、玉川温泉の北洞石長層火山や柴谷地、日本ザリガニ生息の南原地、比内鳥、声踊り、 おまた秋田市川部山内の畜守森岩脈、役、小賀半島などの紹介に努めた。彼は、おまた上流のダム計画を頓挫させるなど、自然保護運動の先駆者と言われている。大館、北秋地区に、国の天然記念物が多いのは、大館で働いていた彼の働きが大きいとも、言われている。小野進は、昭和6年12月25日に、全国放送、 HK で秋田県を紹介し、老犬神社は、名犬物語として、昭和9年1月8日に、全国放送 UK の子供の時間で放送し、紹介している。また、昭和9年には、秋田県、老犬様として、その放送の内容を出版している。菅山隅は随筆、筆の、まにまにで、老犬神社を記録している。しかし、 記述された鉄の雪を奉納する風習は現在はなく、また近くの三明神社には下駄を奉納する風習がある。十二社のごく近いところに桂原という村がある。そこに祀られている老犬大名人という神がいる。中昔の頃、ある人の家に養っている老犬がいた。その家の主人が坂道で転んで、雪の片足を谷に落としてしまった。 見えなくなったので、どうしようもなく浮いて、家に帰った。次の日、犬が雪を加えて走ってくる。若ゼーラーがこれを見て、誰の履物だそれ撃てと言い、スきやクワを投げて殺してしまった。その犬が持ってきた履物は、昨日家の主が失った雪であった。主人の履物を持ってきて嬉しいと帰ってくるのを、何の考えもなく、撃ち殺したので、 人間についてこの犬のたたりがあるのではと、神として祭り、老犬明人として奉納したが、今は、完全音菩薩を安置しまつっている。願いがある人は、鉄の雪を鍛冶屋に打たせて、大声で犬を沈めて参拝するという。この老犬神の御前で、まだ放送にかかっていない子供を連れてきて、社に多くある鉄の雪の片足を神から借りてきて、闘争が顔に発生すれば、 鉄の雪を片足作らせ、これを一足として、老犬明神に返すという。左田六神社と関比数の市の草木地区には左田六の伝説が数多く残っている。次の伝説のうち左田六のものは草木地区のもので、老犬城のものは桂原のものである。ありがとうございます。